レッドアネモスは日本の競争馬である。主な勝ち倉は2020年のクイーンステークス、2019年の白百合ステークス。馬名の由来は冠名、風。母町金手は現役時代は立党トレーニングセンターの河内応急車に所属し、2007年から4年間で19戦に出走。2010年の伏見ステークス、2009年の 岩清水ステークスなど5賞を挙げ、2008年のフィリーズレビューに出走するなど、オープンクラスまで出世。引退後、繁殖品場となった。初年度から2年間マンハッタンカフェを、配合2頭ともデビューし、初ゴレッドアライブは、未勝利戦、500万円以下と2賞を挙げている。3年目の種付けには、ビクトアールピサを選択。生まれた第3個、ウォーターピオニーは、 町金流行産区として、初めて新馬戦勝利を果たし、後に、通算三勝を上げることになる。その後2年間、ハーツクライが配合された後、6年目の、種付けには、ウォーターピオニーと同じビクトアールピサが選ばれた。2016年5月6日、北海道千歳市の八代大ファームに生まれる。東京ホースレーシングが所有し、アイバー会法人株式会社東京サラブレッドクラブ、 にて、一口当たり4万円の、全400口、総額1600万円という条件で募集される。募集当時のパンフレットによると、馬体について、お総生まれの割に、サイズが大きい。体型は、母よりも父びくとはあるピサに。さらに、芝、ダート問わず、活躍、2歳秋にはデビューできるとの売り文句が、付されている。ヤシロ大ブルーグラスファームで、初期順置され、 や代大ファーム、セグチレーシング、グリーンウッドトレーニングにて育成が行われた。2018年6月23日、立東トレーニングセンター所属の友道康を、調教師のもとに入級。友道は、入級前、とてもおとなしくて、素直な女の子、手がかからないくらい賢いとの評価を下していた。2018年7月13日に、ゲート試験に合格し、 デビューに向けて調整が進められた。2018年8月25日、新潟競馬場の新馬戦に参戦。同日第12競争に、船橋所属のペキノワに起乗するために、当日中央競馬に参戦していた森タイトがエキストラ起乗の形で安城に起用された。単勝を追点1.8倍の一番人気の評価で、デビューとなった。スタートから2番手に位置して、 先行策を取り、最後の直線では抜け出して先頭に立った。外から差し切りを狙うマイネルサーパスを半場審査、り避けて勝利、デビュー勝ちを果たした。起乗した森は抜け出すのが早すぎてふわっとしたが、しっかり伸びた都会腰、今後がすごく楽しみと称賛していた。友道もセンスがあると評価した。続いて、9月30日のサフラン賞に登録。当初、 福永祐一が起乗する予定であった。しかし9月16日に落馬し、頭蓋骨骨折、機能症の診断を受けて、起乗を取りやめた。代わりに、ミルコデムーロが起用されるも、9月22日に、車高により他の馬の進路を狭めたとして、起乗停止となり、当日の起乗が不可能となった。最終的に、川田省宮を安城に据えて参戦。 単勝オッ六6.6倍の4番人気に押された。スタートから花を奪って先頭に立ち、最後の直線でも先頭のまま逃げ粘り、後位3番手から差し切りを狙って追い上げた一番、人気コントラチェックを首差しりぞけて、勝利、に連勝となった。友道によると、少し緩い馬場もあっていたという。この勝利後、阪神ジュベナイルフィリーズを目標とし、 宣言通り阪神ジュベナイルフィリーズに、戸崎慶太に乗り換わって参戦。GI 初出走を果たしたが、勝利したダノンファンタジーに0.8秒をされた9着に、敗れた。戸崎によると、初めてのバグンの中でのレースで、周りを気にしていたという。3歳となり、2019年1月14日の、公売ステークスで4着。続いて3月10日、大賀賞のトライアル競争。 フィリーズレビューで15着と惨敗。引き続き4月28日、優秀品馬のトライアル競争、スイートピーステイクスで4着となる。トライアル競争で連続して敗退したことにより、春のクラシック競争への出走は叶なわなかった。その後、第86回東京優秀と同じ日の5月26日、京都競馬場の白百合ステイクスに、北村智和とのコンビを結成し、 単勝オッズ7.4倍の5番人気で出走。後位3番手から最後の直線で馬場の内側から抜け出し、外から差し切りを狙ったモズベルを半馬審査しりぞけて勝利、リステット競争を初めて制した。続いて、ラジオ日経賞、週下賞と重賞を連戦するも、それぞれ13着、17着と2桁着順での敗退が続いた。小馬となり、 2020年春から、品馬限定の重賞に3回出走したが、勝利することができなかった。しかし、それぞれ単勝人気を上回った着順で走り、かつ、勝ち馬から1.0秒以内での敗退が続いていた。加えて、中京記念に出馬投票をしたものの、賞金が足りず除外されてしまう。続いて、札幌競馬場で行われる、クイーンステークスへ出馬投票を行った。 賞金順で買いであったため、ダートグレード競争である、ブリーダーズゴールドカップに登録、クイーンステークスで除外された場合には、ダート競争への出走も視野に入れていた。結果的に、出走可能14頭のうち13頭目で除外されず、8月2日、吉田隼人とコンビを結成して、クイーンステークスに参戦することとなった。直近の成績からか、 出走14頭中短章11番人気の評価での出走。最内枠から発走し、馬群の中段打っちゃがは2最後の直線で先を行く馬と馬の間を割って、抜け出し、後方から追い込むビーチサンバ、フェアリーポルカ、スカーレットカラーなどを封じて、勝利、8回目の JRA 重賞挑戦にして、初勝利を達成した。 また4分のサンバ審査の2着にビーチサンバが入ったことで、友道は自身の管理場で1着2着を独占する結果となった。その後、11月15日の福島記念に出走したが14着と大敗を起死した。2021年は1月5日の京都金杯から主導したが10着。ダート初挑戦となった4月のマリーンカップは5着に終わる。 7月4日の友江賞に出走予定だったが、追い切り後に、左前足のつなぎ人体炎を発症。7月7日に所有する、東京サラブレッドクラブのホームページで、現役引退が発表され、翌8日付で競争場登録を抹消された。引退後は、生まれ故郷の八代大ファームで繁殖入りする。以下は、neetkeiba.com の情報に、基づく。 ありがとうございます。